願い。あ、動かないでお願い。そっち行かないで。そっちベッドがあるから行かないで。え、どうしたらいいんだろう。あれどうしたらいいんだろう。帰ってきたら出てきてた。え、今日ねカーテンとこをね頑張ってあのストレッチポールでガサガサしたのね。でもその時出てこなくて昼間。でも結構ちっちゃめだった。え、ほうきがあったとしてもさ、あれをはたき落として、果たしてどうしたらいいんだって。布団があるんだよ。え、どうしたらいいんだろう。え、どうしよう。どうしたらいい。あ、ちょっと窓開いてんだって。しかも暗っ。あ、ちょっと行かないで。そっちにお願いだから、そっち行かないで。え、どうしたらいいと思う。あんまり大きい声出したら動いちゃうよね。さっきも、え、でもね、さっきまでワイの真上におったんよ。真上の壁におったんやけど、ワイが配信つけるときにちょっとまあガタガタっていうかしたら、ちょっと向こう側に動いてしまって、多分ね、ティッシュ丸めてペッて当てたらね、なおさら向こうに逃げると思うんだ。ちょっと待ってよ。ちょっと変な汗かいてきたって。せっかく美容院行って髪の毛きれいにしてもらったのに、熱い、冷や汗が。もうだって向こうに来てもらうしかなくない？でも布団のところに来たとしてもさ、窓開いてないよ。どうしたらいい？え、どうしたらいいの？え、本当にどうしたらいい？え、だって天井が高くてあっこ届かないんだもん。でさ、まあ棒状のものでさ、ペッてやったとしてもさ、落ちてきたもの触れないから、どうしたらいい？どうしたらいい？じゃあ誰か助けて。しかもさ、今日ね、行かないで、お願い、そっちに行かないで、頼むから、本当にお願い、そっちに行かないで、お願い。前今日寝れなくなっちゃう。まだカーテンとか売ってくれとった方が良かったし、姿見えんから。え、ちょっと本当にお願い、そっちに行かないで。え、だってそっち行っても逃げ場ない。こっちの方がいいよ。え、ちょっと本当にちょっとそっちやめていただきたい。なんならもうちょっと一回下に降りてきてほしい。そのまま下に。え、ちょっと本当にやばい。やばい。やばい。あ、やばい。本当にやばい。ねえ、やばい。あと、もうちょっとで布団のとこ行っちゃう。え、どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしたらいい、どうしたらいい。パニック。どうしよう、ちょ、変な汗かいてきた、熱い。落ち着け。え、でもそっち行ったって無理だって。そっち行ったってまだないよ。そっち布団しかない。そっち行かないでお願いだから。なんか掃除機があれなんだって、もうくるくるなるやつだから、掃除機に入れたとしても無理なんだって。え、ちょっとどうしたらいい。あれどうしたらいい。もう無理なんだ、本当に無理。あー怖い。
窓がここしかないから、大きいところが他ちっちゃすぎて、あの誘導できるようなもんじゃない。だからどうしよう。コロコロあるけどなんか潰れちゃいそうでかわいそうじゃん。なるべく生きて返してあげたいんだけどちょっと触れないからはいいか。逃げて押したらもっとちょこマジでどうしたらいい？愛のやつだってさ、コップとかなんか掃除機は吸えない。え、袋の形状上こっちにもたさばって、ここにパソコンがあるからおち
くのやつめっちゃ素早いよ。ちょっとちょっとしてもさ、ちりとりにてかそ鳥暮らしやのに、なんかないか、はたいた跡が問題よね。なんかここら辺服とか置いてあるから、張り付いてるってこと。なんか尻尾の方つついたら、新聞紙とかそのキャッチできるものはあるんだよ。あるしてあげたいんだけど、その生きたままね。ああなるほど。あの手コロコロ。多分それが一番私的にやりやすいかも。あの。なんかどうしたらいいの、みんな。違う違う違う、落ちてくれるかな。結構これ強力だけど大丈夫。ちょっと手の油で弱めとこう。くっつきすぎて切れたら怖い。でも尻尾はさ、切れてもさ、トカゲるで再生するじゃん。だからそこはちょっと申し訳ない。これぐらいしかない。待って、これでもさ、テープみたいにできなくね、今思ったけど。あ、分かった。やばい、もう手が、ちょっと待って待って、好きなんだけど本当にもう。あ、ねえ、いなくなっちゃった。やばい、見失う前に早く。まだいる、まだいる、まだいる、まだいるわ。できた。やっぱ本当にひっつく、このこれに、これにひっつく、本当に本当にひっつく。なんか優しくせんとさ、潰れちゃうよね。難しいよな、これ絶対難しいよな。もうやったことないやん、みんな。なんなんだる、切れそう、マジで。あ、もうじゃあ無理やん、無理。これそもそもついてないし、全然もう無理や。なんでこんなことしなきゃいけないの。配信が、全然動かんけど、どうした急に。ちょ、みんな助けて、全然急に動かんから。ガツ、絶対これひっつかんよな。ちょ、熱い、汗かいてる。これ絶対ひっつかんよ、マジで。本当に絶対ひっつかん、これ。もう、ヤモリくん
これ君じゃないんだよ。帰ってくれ。ヤブリー怖い。そこにおられたら潰したくないんだって君のこと。ねえ誰か本当に助けて。なんかうわマジでちょっと本当にガチでこの配信終わってマネージャーさん呼ぶわ。これ多分ひっつかんと思う。これ本当にひっつ本当に無理だ。あいや助けがダメだ。遠いとこにいた。もう無理無理。妹とか苦手やもん。待ってでも今さ袋に入れれる。あんちゃん袋に入れれる。いやーだって手に落ちてきたりしたら怖いしな。てか落ちてこないんだよね言うて。落ちるもんじゃないんだよねあいつ。見えんとこに行ったのが一番だるいって本当に。まだいるよここに。何なのもう。今日あいつと添い寝しなきゃいけないかもしれない。でもこれはガチで本当に今日退治せんと寝れないわ私今日。どうしよう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 。処方ないですかって聞こう。もう本当に泣きそう。もうやだなんかぐち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 言うしみんなは。見やから配信やな。いや本当に真剣に見てくれてる人申し訳ないです。え落としてってでも落としたらさどうしたらいいんだろうか。ほうきじゃないからな。クイックルワイパーなんだよな。いや別に誘導してってことなのは分かるんだけど、むずいむずいね。こっちはめちゃめちゃ苦手やのに面白がってる人のが多くてやだわ。もういいや配信終わります。ごめんなさい今日の配信こんな感じになっちゃって。ちょっとパニックパニックパニックマジパニック。まあこういうのは苦手な人しか気持ち分かってくれないんで本当に。
カレー麺今日ないですよ。この後ちょっと頑張ります。一人で誰めんどくさい。終わります。さよなら。ごめんなさい、今日ちょっともうちょっと今から退治するんでランキング読めないです。ごめんなさい。